こんにちは、小畑海志です。僕が今回紹介するのはバインの刀です。この刀の特徴的なのがアシムラップといって、このヒールフープが片方だけについていることです。これによって遊びが生まれて、僕が滑るときに感覚として足首で結構滑るようなイメージで滑ってるんですけど、トゥイクのひねるときとかターンするときとかも、このひねるような動作がこれによってしやすくなってます。あと特徴的なのがこのオークステックっていうテクノロジーが、このトゥーストラップとヒールストラップに採用されていることです。ブーツにここが伸びることによってヒットしてくれて、ここはすごい柔らかくなってるんですけど、この芯に硬いのが入っているので安定感もあって反応速度も速くなってます。刀はいろんな箇所をカスタマイズできるようになってて、自分好みのカスタマイズが探せるようになってます。フリーランが好きな人だったり、パークが好きな人だったり、いろんな人におすすめできるビンディングになってます。